ここでお肉を投入します。よし、あとはお水を入れます。完成です。いただきます。よっしゃ、食べよう。うん、美味しいよ。これね、一生懸命作ったからね。おいしい？よかった。暑いから気をつけてね。俺ね、猫舌だからさ、ちょっと食べるの一苦労なんだけど。暑いの大丈夫？シチューは作ったことある？ないの？よくさ、家庭科の時間とかでさ、作んなかった？作んない？俺ね、その家庭科の時間とかにシチューよく作るんだ。でね、その当時は小学校 2,3 年生の時かな。その時にその調理実習でシチュー作りますってなって、だからそのまだちっちゃかったから、その作り方とか先生に習ったんだけどね、うまく作れなかったんだ。だからその時からそのシチューの作り方習ったりとか、いろいろ、まあ結構得意な方。おいしいね。そう、それでね、その猫舌って言ったじゃん。猫舌だからよくちっちゃい頃とかにそのお母さんが作ってくれるハンバーグだったりとかエビフライだったりとか揚げ物とか、すっごいね、あの熱くてよくちっちゃい頃やけどしたんだ。やけどしない？しないの？じゃあよかった。嫌いなものある？
俺ね最近は食べれるようになったけど、ちょっと前まではねピーマンがねダメでね、その食べなさいって言われるんだけどもうちょっと苦手でね、まあ嫌いなものはなくした方がいいよ。ごめんごめん。ごめんな。行こう。ほら、あそこに自転車あるからさ、また乗ろうぜ。自転車をご利用のお客様にご案内申し上げます。ごめん。サイクルコース以外での走行は禁止されております。よし。今度は大丈夫か。行くぞ。よし。行こう。転ぶなよ。C'est la vie. La conversation de ces deux personnes est très importante.どうした？え？大丈夫？ちょっと見せて。いいから。いいから見せてみろって。どっから？